ゴリ、アメリゴリアメリは、アメリカ合衆国の外交官、政治家、実業家。国際連合アメリカ合衆国代表団員、アメリカ合衆国国務次官補、国際赤十字赤新月社連盟事務次長を歴任。共和党から、連邦会議員への出馬経験あり。1956年に、イラン帝国のテヘランにいて、ゴリ、ヤズギとして誕生。 1974年にアメリカへ渡りスタンフォード大学に入学。コミュニケーション学とフランス文学を学び学士号を取得。続けて同大学にてコミュニケーション学を取得。またフランスのパリ大学に留学。スタンフォード時代の学友で不動産投資家のジャムシェードアメリと結婚。息子二人を設けた。1989年に アメリカ合衆国の市民権を取得。オレゴン州ポートランドにて、電気通信関連のコンサルティング企業一に生ムインクを設立し、社長に就任。市場研究に関する書籍を50冊超発行し、また雑誌テレフォニーにて各月で、業界分析コラムを執筆。全国的な企業雑誌や、オレゴニアン紙、シアトルタイムズ紙。 サンノゼ・マーキュリー・ニュース・がミ、インターネット・ウィーク誌に対しても寄稿を行い、また、各国の企業界で演説者や司会者として、招待を受けて活動。イチニウム・インクの設立以前は、フォード・モーター・クレジット及びフリートバンクの、コブモンであった、US ・リーシングで、本部長。バブソン大学で、オレゴン経営学修士プログラムの運営委員。スタンフォード大学で、 学部教育広報のオレゴン運営委員。カトリン・ゲーブルスクールで、関在人及び副理事を務め、小学金基金と、教師教育のための募金活動を監督。またオレゴンで、ジュニアアチーブメントについての指導経験あり。英語、フランス語、ペルシャ語を流暢に話し、スペイン語に堪能。2007年10月に、 ザ・ NW ウィメンズ・ジャーナル n にて、北西部で最も有力な女性100人の一人として名前を挙げられた。これは、国連活動や、ポートランド州立、大学ハットフィールド行政学大学院の女性指導者に対する国家教育に関する、諮問委員会での立場が評価されたためであった。2008年5月11日に、エリースト名誉賞を受賞。これは、 毎年アメリカに移民してきた国民100人に対して授与されるものであり、各個人の成果に敬意を表したものである。ありがとうございます。